ん、こんにちは、さゆりさこころです。今日は6月に兄がシンガポールにゴルフをしに行ってきたわけじゃないですね。仕事に行ってゴルフもしてきたらしいので、そのラウンドをねちょっと見たいと思います。で、見て最近のね兄のスイングの様子もね見て、ちょっとちょいちょいねいろんなこと言いたいなと思います。では見てみましょう。上手くなったってみんなから聞いてるのでね、レッツゴー。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、とある村井さんの引き付き添いでシンガポールに来ています。ですが僕は今日は自由時間なので、ここシンガポール の, あのマリーナベイサンズの近くにあるマリーナベイゴルフコースにやってきました。近くにゴルフ場なんですね、都心ので、一人寂しくラウンドしようと思います。今日は9ホールだけです。はい、ではよろしくお願いします。あ、上下リンゴルウェアでいい、このコーディネート私一番好きですね、リンゴルの中で。ここはなんとカートの乗り入れが OK です。はい、おお、快適ですね。すげえアンジュレーションだな。なんかフラットそうだけど、なんかちっちゃいアンジュレーションがいっぱいある。なんかあの川の向こう反り立つバンカーがいっぱいありますね。顎が高い、難しそう。お、アプローチはなんか上手くなってる。へえ、すごい、なんか全部が周りが町ですね。町の中にあるゴルフ場って感じ。右向いたり左向いたりしてる。どう振るんだこれ。フェーダーなのかな。ちょっとカットに入る。あ、でもなんかパターが前よりすごく頭が残ってフェースが前に出てる感じがしますね。すごい後ろで工事してる。このコースはまあ左が処理地になって右がすごく広くて、多分あの右の木杭のところで220-230なので、左側の黄色い杭をまっすぐと見かけてスライスっていうのが一番いいパターンですね。あ、ドローかかったんじゃない。うねうねっすよ。なんかやっぱ逆球出るんだよね、こうスライス打とうとか思うと。私もよくスライス打とうと思うとドロー出るから。なんかわかんないけど、うちの兄ちゃんちょっと右向き始めてない？最初の頃より。こう映ってるじゃないですか。ちょっとなんか右向いてる気がするな。気のせい？皆さんご意見ください。はい、ここはパー6と書いてあります。パー6ピンまで642。こ
ったら全部大変だね。これでも本当この穴ぼこバンカーに入らないことがこのコース戦略かも。あ、うまい。そう。お、うまく打ててる。まだ200ヤードあります。お、長いね。パー6。3番ウッドはね、プロでも難しいからね。あんまりこう、アマチュアは本当は5番ウッドぐらいからの方がいいって、よくティーアップで3番ウッド打つのがやっぱ結構限界かなみたいな話はよく聞きますね。リサちゃんから教わったかぶせ打ち、お、うまく打てたんじゃない。こうやってやるよね。はい、200ヤードくらいあるパー4です。パー3、こういう時にクラブが3ウッドしかないのが悔やまれますが、そんなもん。大きい。グリーンが難しいですね。小さめですね、これ。あんまり幅がないというか、結構寄せが上手くないとあんまりスコアが出なさそうですね、このゴルフ場は。これも出ちゃうんじゃない、出ちゃうんじゃない、出ちゃうんじゃない、残った。右足を下げてしまうってことはさ、右向いてるってことだよね。こういうことでしょ、右足下げるってこと。もう本当に私もだいぶ右向きが治ってきたんで、その映像をね、皆さんにお届けできる日を早くしたいです。どっちなんでしょうね、どっちが持ち球なんだろう。飛球線が見えないから。お、お、戻ってる。なんか結構なんかグリーンオーバー多いですね、うちの兄ちゃんのミス。ゴルフは手前からなのにね、なんか基本奥から寄せたりしてるのが多いかも。これ僕からはゴルフ難しいですからね、なかなかスコアにならないと言いますか。残り2つまでやってきました。リンコルナーのパンツのここに線ライン入れたんですけど、それは結構可愛いって好評いただいてます。パンツのポケットの線が。ああ、また奥行っちゃいましたよ。奥から難しいからゴルフ。ショットは奥行くのにパターはショートばっかり。逆ですね。ショットは手前から、パターはしっかりオーバーしていく気持ちで打つ方が。マネージメントとしては良さそうな気がします。お、これうまく打ったんじゃない。
やっぱいい時はね、フィニッシュも決まりますね、ちゃんと。すごい、グリーン乗ったのに出てる、またグリーンが相当難しそう。どうだろうか、どうだろうか。お、バーディー。おー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 、ナイスバーディー。はい、お疲れ様でした。今日は、なんとか46で回りました。大体ボギーペースなんでいいかなと思っております。あとここは、パブリックなので誰でも予約ができます。ネットでここのサイトを見てくれれば、もう日にちを決めて時間を決めて予約ができるので、ぜひ皆さん予約してください。シンガポールの中心部から車で5分くらいです。ぜひ行ってみてください。以上でした。いや、なんか正直もうちょっと46なんだ今のでっていうぐらい、もっと叩いてる感じがしたんですけど、ってことはアイアンとかでオプつけなければ多分43とか多分42ぐらいは普通にいけるんじゃないかな。ちょっとなんかほんと50ぐらい叩いたかなみたいな感じだったんですけど、あ、46なんだと思って、改善点がありそうですね。でもすごい上手くなってる、すごい上手くなってるけど、もったいないかも。特にやっぱアイアンで全部オーバーしてパターでショートしてだと、まあ、ダボになりやすいというか、やっぱダボを叩かないゴルフがね、最近はね私も目標にしてますので、ダボを叩かずいかにボギーをパーで上がるか。バーディーは超おまけ。どうだろうな、最近ちょっと調子いいからまだ負けないかな。ちょっと近々ねやりたいと思いますよ。一緒にやりましょう、やっつけましょう、ギャフンと同じ D から回って言わせたいと思います。で、皆さんそんなこと言うんですか。ぜひあのシンガポール都心からも近いのでいいって聞きます。最近この間誰かゆっこたちもシンガポール行っててすごい良かったよって、ゴルフ場も綺麗だし、たくさんはないんですけど都心に結構近いところにあるって聞いたんで、ぜひ皆さんシンガポールに行った際はラウンド楽しんでみてください。 YouTube のチャンネル登録と高評価もお願いします。次回の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。今日のコメントは、皆さんがゴルフ旅行にこういうところに行くよとかおすすめとかあれば書いてもらえると嬉しいです。バイバーイ。